内藤陽介先生と嘘だらけシリーズを振り返るということで、内藤先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私のリハビリ中は、大変ご迷惑をおかけして、マスクマンがいて、ミルマスカラスのマスクに変えようかとかいろんな話があったらしいんですが、普通にストロングマシンで行ったそうです。いや、一度内藤先生が「お前平田だろ」ってツッコミ入れてくれるかなと思って楽しみに見てたんですが、なんか働きすぎで40代半ばで死んじゃったユダヤ人の話の時はちょっと切なかったですね。あの時はね、いや僕もそんなヘルツェルの話の時はそんなつもりなかったんですけれども、隣のマスクマンの方とか柏本さんとか、あとその撮影の方とかがみんなそういうオーラが出てきたもんですから「おかげさまで生きてます」。全国の倉山充のアンチの皆様方、おめでとうございます。はいね、おかげさまで生きてますんで。ちなみにですね、アントニオ猪木っていう人が昔引退試合15試合ぐらいやってますよ。はい、正式な引退試合だけ確か7回ぐらいやってて、カウントダウンって言いながら数が増えていくっていうのをやってて、さらに正式じゃない引退試合ってやったんですよ。で、私は正式復帰の前に何回復帰番組やってんだっていう体で。あれですよね、パチンコ屋なんかで閉店商法ってよくありますけど、回転商法っていうのはこれ初めてじゃないですか。ね、ちょっといつこいつは本当に復帰するんだっていう。ちなみにダイエット本出しません。はい、好きなものを食べないで毎日運動してると痩せますっていう内容しかないです。それをどうやってやるんだみたいなね。まあね、ちょっとこんなとこでは言えませんけど、焼肉を腹いっぱい食べても痩せる方法って今開発しましたから。知りたいでしょ、教えます。まあね、この番組はね、万幸番組という、うなぎの香り、うなぎの香りということなんでね、香りだけでね。ちなみにこの番組は実はオーディオブックで内藤先生とイギリスについて語ってみようということで、恐ろしい大それたことを、でそこで今度、不走者から嘘だらけの日英禁言大使を発売するから、そのステマ番組やるんじゃないかとか、またクレーマーマカよとか思われると思うんですが、そんな宣伝はしません。今日はもっとストレートにね、もっとストレートに、いやいやね、嘘だらけシリーズを振り返る、そうですね、ということを10分間だけ見せて、うなぎの香りだけ書かせて、で本編のオーディオブックでは内藤先生とイギリス本題やりたかったんですよ。全然別のイスラムとかのテーマでやったらイギリスで帰ってきてやって単純に僕もまでイギリス本作りましたんでね、面白かったですね。ありがとうございます。この本の話は本編の方で紹介しよう。とりあえず私が一番興味を持ったのはバーバラ・パーマーさん。いや、嘘だけど日英でもバーバラ・パーマー入れてよかったんですけど、まあ当然出てますけど、まあイギリスの主要人物って言っていいんですかね、彼女は。まあでもね、結局イギリスの歴史ってあれじゃないですか、生真面目な人と女狂いの人が一定の割合でこう交互に出てくるという法則がありますでしょ。今ね、やっぱりそのゲス、今年はやっぱりトレンドはやっぱりゲスから始まってね、まあ流行語大賞すでに間違いなしと言われてますよね。そうですよね。某 M 代議士みたいにね、宮崎武さんなんてことしてんですか。そう別の意味で少子化担当すればよかったっていうね。やっぱり男に育休なんか与えると不倫するっていうことをね、身をもって示してくれたっていうね。そういう功績を称える評論家とか一人ぐらいいてもいいんじゃない。そうですよね。ね、そのポジション私は行きたくないなと。私があれやったら石投げられますもんね。だから安倍さんが増税したら私のせいになっちゃうぐらいですからね。いやだからもうそれだけあれですよ。栗山先生の影響力っていうのがね。はい、いやまあ一部のアンチにとってはものすごく大きい。あるんでしょうきっと。はい。ね、まあ最近、とあるお方なんですね、栗山さん敵は多いけど味方はもっと多いって言われて嬉しくてですね、で話をバーバラ・パーマーを戻しますと、なんでバーバラ・パーマーかというと、ですね、チャールズ2世がイギリスの陽気な王様が、クララの世界シリーズでも1話かけて取り上げたんですけど、実はチャールズ2世だけ。全人類の歴史の中で1話かけてチャールズ2世やった吉本新喜劇があっていうよくご存知ですよね。栄えあるシリーズ最終回であれっていう「わし実はカトリックやねんズコー」みたいなやったんですけど、そのチャールズ2世をめぐるお笑いキャラの中心人物がバーバラ・パーマーさんで、チャールズ2世が正式なお妃さんと結婚した時に「あなたの子を妊娠してんのよ」って言って、そのまんま次女として住み着いたと。でも人妻。そうその旦那が強烈ですけどね。はい、どんな方か一応ご紹介を。まあどんなっていうちょっとまあ突然出てこなったりするんですけど、はい、確かまあもともと貴族ですよね。はい、で貴族でパーマのもともとの糸口はその彼の紹介で国王になんか行ってるんですよね。はい、でそれでその何でしたっけ、外務官僚かなんかのそんなに上の方じゃない外交官ですよね、はい、確か。でそれで妻を差し出してで王様の愛人になってでそれで引き上げられてもらってっていう感じですよね。でもバーバラ・パーマーはチャールズ2世の浮気に嫉妬しながら他の男とも渡り歩いて。でバーバラ・パーマーの最後オチがあれはあれでオチがあって、最後若い男に入れ上げて。はい、全部財産すっからかになるんですよねっていうで惨めな最後って。いや昔の日本の女優でやるんだったらもう絶対第一喜和子ですよ。ああそうですよね。若い頃第一喜和子覚えている人がどれくらいいるかみたいなね。白い巨頭の黒木瞳がやった役でしたからね。黒木瞳はねやっぱあんまり色っぽくないですからね。いろんな人敵ましたと私一応同意してませんよ。いやいや綺麗な人だと思うんですけれども黒木瞳結構天然な方ですからね。あ、そうなんですね。はい、ヌードになるの恥ずかしくないですかってタモリクラブで、タモリクラブ日テレの方の土曜夜11時の番組で言われて、いや毎日お風呂で裸になってますからって答えが一つ。すいません内藤先生何の番組です完全に日頃の飲み会トークそのまま全然ねそんな感じですよね。もう単なるおっさんになってますけど。いや前回の山浦先生とのトークもですね、完全に飲み会トークをそのまま再現したっていうですね。本当酒とか置きましょうか。あ、いいですね。はい、やっぱりイギリスですからね、スコッチを今酒立ちしてるんですよね。失礼いたしました。いやとりあえず入った店のノンアルコールビールを飲み干すっていうのもすでに15回ぐらいやってて。まあそれはさて嘘だらけシリーズを振り返米中韓ロと来てですね。はい。いやまあこれ別に嘘だらけに限らずまあこのシリーズといいますか書き手倉山満の一つの魅力っていうのは。はいあれだと思うんですよ。さっきちょろっとバーバラ・パーマーのとこで、吉本新喜劇のネタがっつって、過去確か、桜林さんと、はい、一緒にやっておられた世界史の番組のところのあれがすぐ思い浮かぶっていう中でやっぱりこう書いてる文章が音声が連動してこう頭に浮かぶっていうのがいいですよね。やっぱりだからなんていうんですかね天下の講談社がもともと大日本郵便講談会で始まって演説をこう文章にしてそれを売り出してあそこまで財を築いたわけじゃないですか、やっぱり弁論をやっておられた方の原稿っていうのはこれあれですよね本当書いてるんですよね録音してそのテープ起こしってことじゃなくて嘘だらけシリーズは全部手書きです。アシスタント使ってる作品は他他社さんでいっぱいあるんですけど不走者さんだけは絶対やらせてくれないんです。だから星野心得だけアシスタント使ってるんですけど、そういうその口述でっていう、ね、仕事の方仕方新書なんかだとそういう方も多いんですけれども、まあ、それにしてもやっぱり実際こう読んでてその音声が浮かんでくるってこれも一つのこのシリーズに限らず魅力ですよね。でそれで結構その昔のこのクララの番組なんか出てきたところがなぞるとなんかもうそのままフラッシュバックしてねそれ自体楽しいですよね。ありがたいです。いや本当にデビュー作講談社なんですけど、紹介してくれた人も弁論部の出身でそういうノリで行こうと、で、まあ、もう一人の人が公文社紹介してくれたのが常念さんなんですけど司さんなんですけど、でとりあえず常念さん曰くこれはまあ弁論原稿を書くような口調で書くんだよみたいな本当そう言われました、ね、それやるのに2年半かかったんですよ。ちなみに私って中付きの、文章しか当然書いたことなかった。まあどうしてもねそうなりますよね。でそれでデスマス調の文章なんてもう一生書くまいと毛嫌いしてたんですけどちょっとそれを修正するの2年半かかりましたね。でそれが一番最終的にうまくいったのが3作目の「日米」講談社の「誰が殺した日本国憲法で」思いっきり崩そうと出歩調を、そしたら公文社で固くしようってまた戻っちゃってで真ん中が「日米」と。なるほどね、いう感じでなったんですがなんと内藤先生、嘘だらけシリーズができるまででですね10分終わっちゃいました。すいません相変わらずその段取りの悪さでいやいやとりあえず全く段取りがなく匂いだけ嗅がせてじゃあ嘘だらけシリーズができてそして米中韓ロそしてイギリスになぜなったのかなぜイギリスを語るのかっっていうところをですね、ちょっとここからお金を払った人しか聞けないという、まあ、あんまりちょっとそれだと申し訳ないんで、さっきちょろっと出たバーバラ・パーマーの画像だけ結構ね可愛いんですよ、絵が。ね、好き嫌い別にして、これだとこれに来る男がいてもしょうがないかなという絵はがきが私の方に出てますので、それ後で。ね、挿入していただいてお送りしますので、私は思いっきり日英の方ではライバルのネル・グインちゃんにですね入れ込んじゃってですね、もうこの後のグインちゃんがどうなったかみんな知りたいでしょという、自分が知りたいだけっていうか書きたいだけっていうねもう読者ほったらかしで書きましたんで。はい、ということで、ではあとはオーディオブックの方でお会いしましょう。内藤先生、ありがとうございました。ありがとうございました。